食粉に関しては、大きく3つ理由があります。いくよー。まんちゃん。よいしょ。よいしょ。こっちこっちこっち。さっさっさ。どうも、ドッグトレーナーの西岡です。今回は食粉について話しますね。食粉に関しては、大きく3つ理由があります。まず1つは病気が原因で食粉という行動を起こしてしまっていることが結構あるので、病気に関しては僕は専門ではないので、ぜひペトコトのサイトなどを見ていただいて、早めに獣医さんに相談していただく方がいいかと思います。で、もう一つの理由が、食事が原因であることが結構あったりします。で、食事の場合も、要は栄養学的なものだったり、食事の専門家の方がいるので、まずペトコトフーズのサイトなんかを見てもらうと、食事の量の計算してくれるサイトがあったりしますから、そういうのを見て参考にしてもらうといいと思います。もう一つ、最後の一つの理由というのが、環境から来ているものだったりします。で、その環境ってじゃあ具体的に何かというと、母犬ですねから早めに引き離されたことが原因で、食粉しちゃってることも結構多くて、あともう一つはですね、運動不足とか、あと遊びが足りてなかったりとかのストレスからくる食粉っていうのも結構多かったりします。で、最後にもう一つ、これまた多いのがですね、飼い主さんがやっぱりね、食粉してるの見ちゃったら結構みんなショックだと思うんですけど、ワンちゃんが食粉してる時に飼い主さんがバーッキャーとかって騒いじゃったり。うわ、ちょっとお前えらいことなってるぞここボロボロやん。そう、そう、飼い主さんが食粉してるのを見て騒いじゃうことによってワンちゃんが楽しくなっちゃって、で楽しくてうんち食べてれば追いかけてきてくれるとか、飼い主さんが構ってくれるとかって思っちゃったりすると、またそれがね、食粉が習慣になっちゃったりします。うん、見ててねショックだと思うので、よく多いのが、怒っちゃったりすることですね。うん、食粉しているのを見て「こら!」とかってすごく怒ってしまうと、要は一種のトラウマといいますか、すごい怖い思いをさせてしまって、でそうするとうんちがあると怒られちゃうと思ってしまうことが多いんですね。でそうするとうんちしているのが見つからないように食べて隠そうとしちゃったりっていう行動から来てることも実は結構多かったりします。よいしょ、分かったよ、もう君ら。ちょっとね、こっち来て、ここ来て、そうそう。どんどん壊してるやん、君。ここに隠しとくかな、ここに隠しとこう。あ、はい、食品を使った対策。確かに、キャベツとかヨーグルトとか、あとはそういうスプレーみたいな、あと食べ物に混ぜる系のものもあったりするんですけど、僕の経験上、あんまりおすすめはしないです。あんまり効果が見られないことが僕の場合多かったかな。で、あとは一時的なものでしかなくて、結局すぐ慣れてしまったりとかして、根本的な解決にはあんまりなってないなというのが僕の経験上思いますね。うん。じゃあどうするかお話ししたいと思いますが、まずはこれにつきます。うんちをしたら落ち着いて淡々とうんちをまず処理します。うん、でうんちをしたことに対しておやつをあげて、でおやつをあげてしっかり褒めてあげます。うんちをしたらおやつがもらえて、さらに褒めてもらえるっていうのがまず一番ですね。うるさーいなあ、さっき隠してるやつを窓持ってきたのか。あとこれなんかも分かりやすいです。こうやってなんか食べそうだ、危ないって時にこらーとか焦っていこうとすると、やっぱり取られまいとしてすぐパクパクって食べちゃったりとか、そのまま逃げちゃって追いかけっこみたいになっちゃったりとか結構あります。なのでこういうこれはねうんちじゃないですけど、おもちゃの綿なんかももちろんねちゃんと取ってあげなきゃいけないんですが、なるべく焦らず落ち着いて、はいちょうだい。よいしょ。ちゃんとこうやって取り返してから、その後おやつとかをあげて褒めてあげます。うなちゃんおやつがあるよ、じゃん、はい、そうで褒めた後またちょっと残ってたらこういうのも取ってあげて、よいしょ、焦らず落ち着いてやることです。綿がすごい。よいしょ。はい、これまたここに置いときます。よいしょ。うんちとはねちょっと状況は違いますけど、基本的にはこう怒ったりもせずに、落ち着いて取って、でちゃんと取らしてくれたことに対して「はい、偉かったね堀川さん」。まずこれが基礎中の基礎ですね。次これがちゃんとできるようになってきたら、おやつをそのまますぐあげるんじゃなくて、一回お座りとか待てをさせて、でその間にまたさっきのように、うんちならうんちを処理してあげて、でその待てがちゃんとできた後、もう一回おやつあげます。また持ってきたはい、これちょうだい。はい、ちょうだい。そうそう。でもう一つですね、これまた状況として多いのが、お留守番中にうんちしちゃって、で帰ってきたらうんちのなんとなく形跡があるけどうんちがないぞとか、要は留守番中に食粉しちゃう。これも結構状況的には多いです。そういう時じゃあどうするかっていうのも、すごく難しいんですが、要はその場にこちらは入れないわけですからね、留守番の時は。だから、どうしていくかというと、焦らずに食べちゃったのは形跡見るとちょっとね落ち込むんですけど、ああまたやったかってなるんですけど、基本はもうねワンちゃんのことを信じて。環境面とか食事とか、やっぱりご飯が合ってないとかも結構ありますから、あらゆる面からちょっと環境にも配慮してあげて、食事も配慮してあげて、で食べなくなるのをもう信じて、続けていくしかないですね、留守番を。帰ってきた時にたまたまうんちちゃんとしあって、あ今日食べてないじゃんって時はやっぱりしっかり褒めてあげて、やっぱそういう時はもうなんならお留守番の後のちょっとご褒美、いいおやつをあげてあげるといいと思います。もう一個やっぱりいいのが、お留守番の前にしっかりお散歩などをさせて、しっかりうんちをさせてからお留守番させる。そうすると留守番中の食粉しちゃう、リスクを限りなく軽減できるので、お留守番前のお散歩、これもとても有効になってきます。であとはそういう時の、トイレトレーニング、これも動画であるのでよかったら見といてください。成犬になっても食粉しちゃってる子、そう実は結構多いんですよ。で理由というか原因としては、さっきも言ったようにですね、子犬の頃からそういう間違った習慣のままずっと来ちゃってるケースが結構多いので、そこから治すのは子犬から治すのよりももっと時間かかります。なので根気よく、焦らずゆっくり長い目で見て、さっき言ったトレーニングですね、対応をしていってあげるといいと思います。そう経験上ね、成犬からの食粉は食事変えるだけでガラッと治っちゃったりとか結構あるんですよね。だから管理栄養士さんに相談するのもすごくいいと思います。とにかく一番は焦らずゆっくり、やっぱりその子その子にはやっぱペースがあるので、その子の、年齢やもちろん環境的なものとか、それに合わせて、早く治る子もいればすごく時間かかる子もいます。なので、その子を信じてですね、ゆっくり焦らず長い目で見てあげるのがとにかく一番です。ちなみにうちのこの子うなぎはですね、この子もっと保護犬なんですけど、うちに来た時1歳で、そうそうこいつもねめっちゃ食粉してたんです。で完全に治るまでやっぱり1年はかかったかな。もう最近食粉してないからもう大丈夫かなって安心してて、たまにやられた時はめちゃめちゃショックなんですけど、でもなるべくそれを態度には出さず、怒ったりももちろんしないで、時間かけてゆっくりやっても今や治ってます。なのでよいしょ、焦らずゆっくり見てってくれればいいなと思います。よかったら、いいねボタンとチャンネル登録もよかったらお願いします。じゃあみんな、ほなね、またね。